ロコモティフ・やロスラブリは、ロシア・やロスラブリを本拠地とするアイスホッケークラブチーム。KHL のウエスタンコンファレンスに所属する競合クラブである。1997年、2002年及び2003年に、ロシアスーパーリーグで優勝した。ロコモティフはロシア語で、機関車を表し、メインスポンサーである、ロシア鉄道に由来する。ロゴマークは、 頭文字の2、蒸気機関車、そしてアイスホッケーのパックをあしらったもの。選手は親しみを込めて、ファンから、ロコ、あるいは鉄道員を意味するジェレズノダロウジニキと呼ばれる。チームのマスコットは熊であり、由来は街のシンボルが熊であることから。なお、ロコモティフには、アイスホッケー以外にサッカー、バスケットボール、バレーボールのクラブも存在する。 ヤロスラブリに最初のアイスホッケークラブが作られたのは1955年のことである。当初は地域のクラブだった。現在のチーム名になるまで様々な名前に改名がされてきた。ロシアスーパーリーグで3度の制覇を達成している。2011年9月7日、KHL 開幕戦のためミンスクに向かうため選手を含めた乗員、乗客45名を乗せた。 飛行機が離陸直後に墜落、選手、スタッフら37人全員が死亡、また乗員8人中7名も亡くなった。詳細は、ヤロスラブリ旅客機墜落事故参照。亡くなった選手の中には2010年、アイスホッケー世界選手権優勝メンバーのチェコ選手、2006年、アイスホッケー世界選手権、トリノオリンピック優勝メンバーのスウェーデンのステファン・リブ、 2006年のスタンレーカップ優勝メンバーを含む NHL でのプレイ経験のある選手などが含まれる。GP、試合数、W、60分での勝利回数、O、延長での勝利回数、WS、シュートアウトでの勝利回数、LS、シュートアウトでの敗戦回数、LO、延長戦での敗戦回数、L、60分間での敗戦回数、パーツ、勝ち点、 ゴールズ、得点と失点、リザルト、定期試合の順位、ありがとうございます。